はい、どうも小林隆史です。今日はですね、オタキングの動画資本論をすぐに実践してみるということなんですが、オタキングっていうのは岡田斗司夫さんっていうね、オタクの代表みたいな人ですけど、僕結構あの人の動画をよく見たりしていて、でちょっとやっぱ面白いなと思うんだけど、でなんかね、少し前にホリエモン万博っていうところで、堀江貴文さんと対談してる時に、動画資本論っていうような話をしてたんですね。でこれは何かっていうと、まあ岡田さんが語ってることって結構その、まあ、コアなアニメの話だったり、まあ、それ以外にもいろいろあるんだけど、結構普遍的なことを喋ってると自分は。だからその時事ネタとかを自分は一切やらないのは、時事ネタって一回で消費されていっちゃうと、その時しか話題にできない話になっちゃう。だから時事ネタっていうのはもう繰り返し見たり、すごい昔のものを見返したりってなかなかされないと。だけど普遍的なこと喋ってれば、例えば再放送みたいなことができる、アップロードっていうか、こんな最近こんな事件がありましたけど、そういえばこう昔こういうこと語ってたんで、これ一緒に見ましょうって言って過去の V を見るっていうような動画の構成にして YouTube とか流すとですね、昔撮ったものがなんか資本ストックとしてこう溜まっていくというような、まあそれが動画資本論なんですけど、で僕もそれ考えるんだけど、そんなさ普遍的なことなんていっぱい喋れないじゃん、自分もね。だからそういう人にはって言ってアドバイスしていたのが、なんかね、とにかくその自分が見た何かを感想を語るみたいなのが結構いいと思いますよっていう話をしたんですよ。つまり一次情報としての、まあ、VTR でも作品でも本でもなんかあると、でそれについて自分が語るっていうことをやるのが一番コンテンツとしていいんじゃないかみたいなことを言っていて、それやってみてます最近桃井かおりさんのインタビューの話をしたり、あと白山 TV ってね、YouTube の動画の話をしたりしてるんですけど、まあそんな感じでなんか見たものがこんな風に面白かったよとか、この辺がすごく面白いんで見てみてくださいみたいなことっていうのがなんか結構面白いんじゃないかなと思って、これは 何かっていうと、その結局情報とか面白いものって基本的にはもう世の中に溢れまくってるわけじゃん。で それに僕は触れるよね。で触れた感想をなんかアップすることで、そのなんか二次情報になってるわけだけど、でそれ僕の動画を見てる人っていうのは基本的には僕が喋ってるのを見ていたいとか見たいとか、この人から聞きたいとかっていう人が見てくれてるわけですよね。だから僕が触れたもの、別のコンテンツのなんか入り口みたいにこれがなったら面白いというかいいかなと思って、こういう感想を喋ったりするんですね。それがもうどんなものの感想であっても実はいいというようなことかなと思って、まあネットの動画でも、あ、こんな動画ありましたよっていう話もするというふうにしていけばいいかなと思ってます。なんかね、ニュースに関しての動画も確かにやってみようかなって気持ちはあるんだけど、なかなかね、なんて言うんだろうな、まあそれはそれでやるとは思います、なんか思いついたら。だけどなんかこう少しこうなんかただ反応するだけになっちゃいそうで、ですぐ事態が変わっていくでしょ、なんかだからこうすごく賞味期限は確かに短くなるなっていう感覚はあるんですよね。まあ僕は今喋ってることもどんだけ賞味期限が長いか分かりませんけど、でもなんか見たものを僕が語る、そうすると皆さんが、あ、じゃあへーとか思ったり、じゃあ見てみようかなとか、あ、そんな考え方もあるんだなと俺が思うことに対して思ったりするってことには何かしらの意味があるだろうと思うんです。それは僕がやってるように皆さんも僕の動画を見てへーと思ったり、いやそれは違うんじゃないと思ったり、そんな風に情報に反応しながら生きてるものだからですね、でこんだけ情報が溢れてくると、どんな情報に触れるかってなんか本当にものすごい広い海で一滴の雫を見つけるぐらいなんかこう軽有なことなので、僕の動画に出会ってくれた人、これかなり貴重なことだと思いますので、これからもごひいきによろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。はい、というわけで皆さん、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。小林隆史でした。